中学校1年生数学、正の数、負の数、1、0より小さい数。今日は0より小さい数について学習していこう。かおりさん、身の回りでマイナスがついた数はどんなものがあるだろう？そうだね。そうだ、まことさん。気温や温度があるよ。寒い日や冷凍庫の中はマイナスになるね。他には海面より低い土地にはマイナスがついて表示されていることがあるね。この2つくらいかな。温度と海面の高さはマイナスがついていることがあるね。他にはゴルフで見たことがあるかな。ゴルフの点数の付け方にはマイナスを使うことがあるみたいだね。温度計を見て福岡と山口の気温を表してみよう。福岡は0度より4メモリ上に来ているので4度となるね。そうだね。山口は0度よりも3メモリ下に来ているのでマイナス3度と表すことができるね。そっか、マイナスとは0より小さいものを表すときに使うんだね。次は地図を見て0度より低い場所と気温を考えてみよう。あ、わかった。札幌がマイナス 9.5 度、青森がマイナス 7.2 度、東京がマイナス 1.5 度、山口がマイナス 2.7 度になるね。今日の学習をまとめてみよう。マイナス5、マイナス 2.3、マイナス3分の2のように0より小さい数を負の数、3、0.2、5分の2のように0より大きい数を正の数。小学校で整数とは0、1、2、3のような小数、分数以外のすべての数のことを言っていたね。中学校では次のようになるよ。しっかり整理しておこう。負の数も入れてマイナス3、マイナス2、マイナス1、0、1、2、3のような小数、分数以外のすべての数を整数。整数の中でマイナス1、マイナス2、マイナス3などを負の整数。1、2、3などを正の整数。正の整数のことを別の呼び方で自然数と呼ぼうね。0より小さい数を学んだことで数の世界が広がったね。